コンクリー。皆さんこんにちは、プチュフタバ工房のつぐりが丘つくりです。本日2月14日皆さん何の日かわかりますか？わかりますよね。はい、ということで本日2月14日はバレンタインデーです。イエーイ、パチ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 。どうですか画面の前の皆さん、チョコもらえました？どうですか、何個もらえました？なるほどね、そうね、たくさんね、もらえた人は、はい、消えてください。たくさんもらえた人はもういなくなってください。本日はチョコをもらえなかったあなたのための動画です。だからもらった人は帰ってください。ほら帰れ帰れ。あの家族からは別ですよ。お母さんからもらったとかね、お姉ちゃんからもらった、妹からもらったはギリギリセーフです。ということで本日は私ね、つぐりようかつくりが皆さんにチョコをね作ろうっていう動画です。はい、ということでね、早速本日作っていくチョコレートを紹介していくよ。ということで本日作っていくチョコはこちらです。どん、ちいかわつくっちょー、イエーイ。ということでこのね、ちいかわのかわいいかわいいチョコレート、これをねスーパーで見つけたので、これをね作っていこうかなって思います。対象年齢6歳以上っていうことでね、まあ私はあのお酒飲める年齢なので余裕で作れると思います。なんですけど、まあこういうねチーク菓子、実は私作ったことなくて、今回初めてなんですよね。果たしてちゃんとうまく作ることができるのか。これ買ったのはいいんですけど、チーカワって実は見たことないんですよね。今日も朝だよね、焼けたパンにバター塗り塗り、ルル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 、ひとりぼつみたいな、なんかそんなあれですよね。私のこのちいかわの知識はそれしかありません。まあとりあえずね、このパッケージを見ていきましょう。あの底辺 YouTuber がよくやるやつです。パッケージ見て何になるんだよって私はよく思ってるんですけど、あの今回ねちゃんと作り方を見ないと絶対失敗するから、今回ちゃんと見ますよ。はい、ちいかわたちのかわいいチョコが作れるよ。トレイにチョコを流して固まったら出来上がり。こんなの誰でもできるでしょう。だ対象年齢8歳以上ですからね。8歳児ができるんだから私もできますよ。これがちいかわ、これはうさちゃん、これはね知ってる、ハチワレ猫だよね多分、だったと思います。で作ってるところはなんとあのバンダイナムコ、ナムコさん、こんなところにまで手出してるんですね。ダメついね。トレイとスティックがかける2本とミルクチョコが入ってるらしいです。用意するものは耐熱のマグカップ、スプーン、お皿と。作り方はまあここら辺に書いてあります。まあここねちゃんと見ながら作ればきっと私でも作れると思います。まあ私8歳児じゃないんでね、まあ余裕ですよ余裕。あ、そうそうそう、これねあのこれ見るの忘れてたんですけど、トレイはABCD のこれのどれかが入ってるらしいです。 A がちいかわとハチワレだよね。 B がこのウサギとハチワレ、 C が誰わからないやつ、 D もわからないやつなので、できれば A がいいな。さすがにちょっとわからないこのチョコ作るのもちょっとあれだしね。じゃあ早速、はい、じゃあ開けていきます。ジジビビビビ、開けてしまった。もう元には戻せない。さて、では。A だ !A、A だ!やったやったやった、ちいかわと、ハチワレ、やった、私でもわかるやつが入ってました、やった。他のやつらは、ちょっと教えてください。あの、C の子は何々、D は何々って、ちょっと、あの、ちいかわファンの人、教えてください。お願いします。あとミルクチョコですかね、これ多分ね。ミルクチョコと、なんかいろいろ落ちちゃった。あ、ここね、あのちゃんと拭いてるんで。で、あとね、スプーンです。スプーンもなんかね、可愛い模様がついてます。以上、これで中身は終わりです。じゃあね、早速チョコを作っていきます。ちゃんとね、見ていきます。チョコを細かく割ってマグカップに入れて、500ワットの電子レンジで1分加熱します。やけどしないようマグカップの持ち手を持って取り出し、塊がなくなるまでよく混ぜます。だそうです。
ではマグカップ持ってきたので、ここに、このチョコレートを細かく割り入れてマグカップに入れようと思います。じゃあ早速やっていこう。パカ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 、あ、そっか、あ、こういうタイプね、こういうタイプか。ちょっとでも可愛く見せようと思ってこういうのを捨てるんだけど、めんどくさいな。こういうチョコが入ってますさ。じゃあこれを細かく、あ、割れない。あ、この中でやれば大丈夫。この中で、あー、やばい、硬いな、これ。細かく割ります。こんくらいなんだけど、これはセーフかな。これは細かいに入るかな。まあいいか、行ってみよう。もう、細かいのかな、これは。これを電子レンジで、チーンしてこようと思います。チーン。電子レンジでチーンしてきました。見てください、この照りつや。もう、めちゃくちゃ美味しそうでしょ。もう、ここに牛乳混ぜて終わりでいいんじゃないっていうくらい。この説明書に、電子レンジで、500ワットで1分って風に言ってたんですけど、あれ、1分にするにはもっと細かく、チョコ、砕かないとダメですね。あのくらいの大きさだと多分全部で4分くらいかかりました。ということでね、皆さんはもっと細かく砕きましょう。で、次はこのチョコをスプーンでこのトレイに乗せてくみたいです。はい、じゃあやっていきましょう。めちゃくちゃこれ難しい気がしてきたぞ。大丈夫かな、これ。なんかめちゃくちゃ怖いんだけど。いけ。これはチーカワだね。チーカワ、めちゃくちゃピントがボケてる。で、8割れ。よいしょ。いけ。最近指が、なんかよく骨折するんですよ、私のアバター。これ指骨折してても私気づかないね、これね。じゃあね、どんどんチョコを流し入れていきますよ。ある程度入れ終わったら、棒をぶっ刺すみたいです。肌だね、耳のところまで行ってないので。よいしょ。結構、いい感じじゃないですか。これで、とりあえずチーカーはいいかな。で、8割れも耳のところまで。これで、とりあえず、途中まで行ったので、そしたら、この、スプーン、棒ですね。これを、ちょっとわけがわからんな。こうみたいですね。こうやって、真ん中より少し上に置く。これでいいのか？多分いいんじゃない。で、もう一個も同じように。はい。と、残りのチョコをスティックの上にかけます。かけてくか。まだね、結構チョコ残ってるんですよ。で、これをスティックが隠れるように、こんな感じ。これ残ったチョコは、ちょうどね、牛乳があるんで、牛乳と混ぜて、あ、さっき言ったみたいにね、飲みましょうか。そうしましょう。チョコをかけた後、トントンして空気を抜きます。トントンして空気を抜く。トントントン。トントン。はい、空気。でも入ってないよね。気泡みたいなの見えないし。カメラ越しから見るとさ、もう、ハイライトがもうピューンってなってて、もうなんか、美味しそうじゃない？どうですか？あ、これもうちょっと、あれか、こっちまで行くのか。チョコが、本当は。いや、でも、まあ、でも、あ、違うか。ここ、下行ったらダメだよね。下行ったらなんか、ねえ、ダメだ。汚いこと言っちゃいそうになっちゃった。下行かない方がいいですね。じゃあ、これを、冷蔵庫で1時間冷やせば完成とのことなので、1時間冷やしてこようと思います。その間ね、この余ったチョコで、牛乳にね、溶かして休憩取りたいと思います。では、1時間後に会いましょう。はい、ということで、あれから3時間くらい経ちました。まあ本当は1時間くらいでいいらしいんですけど、3時間経っちゃいました。ちょっとね、おねんねしてました。早速できたので、見ていきましょう。ドドドドドドドン。はい、こんな感じになりました。果たしてうまくいったのか、これからね、早速裏返していこうかなって思います。お皿の上でトレイを裏返し、指で軽く押すとチョコが外れます。チョコが割れるので、スティックを持って外さないように、ということです。っていうことでね、ここをこう、バーって外すと、チーカワとハチワレが、パーンってなるかもしれないので、ちょっとそれはしないように注意しながら、これをね、裏返しにしてやっていこうと思います。じゃあ、裏返しにして、
お、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 見てください、見てください、もう。あ、どうだろう、こっちとこっち、こことここが、ちょっと気泡かな、気泡か何かちょっと入っちゃってる気がしますけど、これがどうなのかですね。やってみましょうか。これ緊張ですね。じゃあ、8割からいきましょう。おう。あ、取れた。あー、でもなんか、あーはは、なんか、なんか、なんかね、なんか、チョコがちゃんとついてなかったエリアがありましたね、これはきっと。あー、あはは、これは、チーカーも一緒じゃないか？よいしょ。コツ。あ、チーカーは、チーカーは、あー、まあまあまあ、まあ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 、どうでしょう。チーカーは8割よりはマシですね。はい、ということで、なんとか、2匹、救出できました。このチョコ取った後の、この残骸が、残骸がグロいな。ということでね、自己採点をすると、そうだね。対象年齢8歳ってことを考えると、62点ってところかな。早速、1個ね、食べようかなって思います。チーカは食べる。チーカは食べるよ。じゃあ、いただきます。うん。チーカは食べた。うんうんうん。美味しいよ。美味しい美味しい。うん。うん。うん。あは、グロい。グロいな。グロいことになっちゃいました。チーカは食べたよ。この動画一応、動画見てる皆さんにチョコ作るって話だったのに、何にも考えず普通に食べちゃったね。まあいいか。あ、じゃあこれ、はい、皆さんにあげまーす。はい、8割あげまーす。じゃああれ、もらったね。はい、じゃあ私食べますよ。8割。もうこれ残しててもしょうがないからね。食べます、8割。8割はどこから食べようかな。やっぱこの、耳かな。うん。耳を食べたよ。めちゃくちゃ甘いわ。甘い。ミルクチョコだから、当たり前なんだけど、胃もたれすと。ということでね。まあ、これはね、まだ残ってるので、作りの冷蔵庫の中に、実家から送られてきたチョコがね、ありえないくらい残ってるんですよ。まあ、同じようにね、やれば、いくらでもね、私はこのちいかわと8割を大量生産できるので、まあこれからね、暇な時に作ってまたバクバク食べていこうかなと思います。はい、ということで本日はちいかわつくっちょを作っていきました。まあ今日ね、バレンタインであんまチョコもらえなかったっていう方も、まあ、たくさんいるかと思いますけど、私一応あなたたちにバレンタインチョコをあげました。あね、私食いましたけど、あげましたから、ホワイトデーはぜひ私にプレゼントをください。はい、ということで、今日はこれで終わりです。また次回の動画でお会いしましょう。では、ハッピーバレンタイン、さようなら。なんだもう朝かと一人ごと